はいどうも、開会管理人です。日本と韓国は非常にたくさんの問題を抱えてますよね。例えば、慰安婦問題、徴用工問題、安国参拝問題、教科書の記述内容といった歴史にまつわる問題、極実期問題もそうですし、日本海故障問題とか、竹島の領土問題、輸出規制とか不買運動といった経済を巻き込んだいがみ合い、あげたらきりがないですけど、その中でも特に解決が難しいであろうものについて、その理由を含めてお話ししていきたいと思います。ズバリ 日韓が抱える問題の中で最も解決が難しいもの。重要性とかではないですよ。純粋に解決が難しいもの。それは竹島問題です。 なぜ竹島問題が最も解決が難しいのか。これにはちゃんと理由があるんですよ。日韓間における竹島以外の問題って、さっき言った慰安婦問題、徴用工問題、教科書問題、曲付き問題、通称問題とか、これらには韓国内でも賛否があるんですよ。全員が全員、韓国側の主張に全面的に賛同してるわけじゃないんですよ。そこまで問い詰めなくてもいいんじゃないのとか、問題であるのは認めるけど、とりあえずそれは置いておいて、日本と正常に交流した方がいいんじゃないのと。そういうい 意見もあるんですよ。これは以前の動画でもやってますけど韓国にも右派と左派というのがあって左派というのは前大統領のムン・ジェインがそうですけど日本に対して否定的な立場ですよね一方右派というのは今の大統領ユン・ソンニョルがそうですけど日本に対して比較的友好的というか現実路線なんですよね実際今も徴用工問題についてなんとか解決しようと頑張ってるじゃないですかつまりそれぞれの日韓問題には強弱はあれど韓国内にも賛否というものが存在するんですよね しかしこれ、竹島問題以外の話なんですよ。竹島問題に限ってだけは、その賛否がほぼないんですよ。そこには、右派と左派の論争も、党派争いもないんですよ。右派も左派もみんな、ドクトは我が領土って叫んで、肩を組むわけですよ。つまり竹島、ドクトは、韓国人にとって、国民を団結させる象徴なんですよね。 独特がなぜこのように韓国国民団結の象徴になったのかといえば、これにはいろいろ理由があるんですけど、まず一般的な日韓の歴史問題は実態がないじゃないですか。だから精神的な問題、国民感情的な問題なんですよね。 でも、竹島の場合は、領土という実態があるんで、領海に関わる経済的な部分とか、国防的な部分が大きく関わってくるんですよ。だからどうしても、右派であっても、左派であっても、譲れない部分が出てくるんですよね。また実態があるんで、実際にその場に行けるので、いわゆる政治化しちゃうっていうこともあるんですよね。ちょっと話それますけど、よく日本で韓国に対して、比較的友好的な振る舞いをしている人が、竹島問題について問われると、中立的な考えだと思っているのか、共同所有して、 したらいいんじゃないかと発言する人がいますけどこれ韓国人にとっては中立的な考えでも何でもないですからね韓国人にとって竹島独都は自分たちの領土であってそれをなぜ共同所有しなければならないんだとふざけんなとそういう考えなわけですよ例えば分かりやすいところで日本海の名前について韓国人がお互いの意見の間を取って平和の海という名前にしようと提案してきたらみんなどう思いますふざけんなって思うでしょなんで今日本海なのにわざわざ名前を変えなきゃいけない ないのとそうなるじゃないですか。これと同じなんですよ。韓国人にとっては、なんで今自分たちが所有しているのに、日本と共同所有しなきゃいけないんだと。共同所有するということは、自分たちの持ち物を日本に譲り渡すということだから、その範囲が半分だろうが、丸ごとだろうが、韓国人にとっては同じなわけですよ。だから韓国人は、一見すると中立的に見えるその共同所有という言葉に対しても、大きな拒否感を示すわけですよ。話を元に戻すと、なぜ竹島、ドクトが、韓国 国民団結の象徴となったのかその大きな理由の一つが時間なんですよね。竹島問題は日韓間で最も長く揉めている問題なんですよね。他の日韓間の問題はほとんどが最近になって浮上した問題ですよね。慰安婦問題も1990年代に入ってからだし極実期問題も2000年代以降じゃないですか。でも竹島問題は李正万ラインが引かれた時から互いに領有権を主張し合ってるわけですよ。この問題を長く抱えるっていうことが竹島、独都が 国民団結の象徴となるべく、一つの大きなポイントになってくるわけですよ。長く問題を抱えるということは、これつまり、世代をまたぐわけですよ。親から子に継承されるんですよ。自分が尊敬する親が、ドクトは我が領土だと言えば、それは紛れもない真実、正義になるし、そうやって聞かされた子供が大人になって、その考え方を自分の子供に、社会の中に、教育の中に組み込んでいくわけですよ。韓国の学校では、ドクトに関する課外授業が頻繁に行われていて、例えば、 日本だとと地震が体験でできるるバスとかか。学校に来るじゃないですか韓国では、独ト教材が満載に搭載された改造バスが学校に乗り込んでくるんですよ。車両内部には、ドクトを紹介するパネルが壁面に貼られていて、ドクトの模型が置いてあったり、テレビ映像で独ト学習ができたりするんですよ。そして、醍醐味は、ドクト VR ですよね。バスの中にいながら、まるで実際にドクトに行ったかのような VR 体験ができるわけですよ。ちなみに、このバスは、ドクト財団という団体によって運営されていて、学校と から要請を受ければ出動すするシステムになってんですよね2020年には70校が利用したと言われてます。さらに韓国ではドクトアカデミーっていうドクト守護戦士を養成する学校みたいなものもあってそこには毎年数十人の小中高生が入ってんですよね。生徒たちは毎年実際にドクトに行ってドクト守護の決意を示すパフォーマンスをして帰ってくるわけですよ。こういう教育面以外でも社会全般としてもドクトの価値を高める活動が行われてんですよね。地域では 毒と関連イベントが頻繁に開催され企業はドク記念製品を出して。 テレビでは人気芸能人がドクトを見て感激した姿を見せる。そうやって韓国人の視界には日常的にドクトという存在が目に入ってきていて、韓国人として生きる重要な歯車の一つとしてドクトが存在しているわけですよ。韓国人にとってのドクトは多くの人が長い時間をかけて精魂込めて築き上げてきた建造物であり、韓国人の血と汗が染み込んだタスキなんですよね。そこには理屈も真実も根拠も必要なく、ただドクが我が領土っていう 使うことすらできない正義と常識だけが全ての韓国人の心の中に釘で打ち付けてあるわけですよだから日本人にとっては偽りと矛盾の塊にしか見えなくても韓国人にとって毒とは偉大なものであり崇高なものであり団結の象徴になって叱るべき存在なんですよね島が韓国人そのものなんですよだからこれを日本に返してもらうということは韓国人を日本人にするようなものなので非常に難しいという話なんですよね最後に誤解されると困るので言っておきますけど僕 僕は、竹島は、歴史上も、国際法上も、紛れもなく日本の領土だと思ってます。しかしだからといって、日本にすんなり帰ってくるわけではなく、この島を本当に取り戻そうとするなら、それなりの覚悟、日本国民の団結が必要であると考えてます。以上となります。それでは皆さんまた次回、チャンネル登録と Twitter のフォローもよろしくお願いします。